はい、おじゃさん全然助けへんよで家つくと、はい、そしたら脇を締めながら血をつくんですよ。それで人を開きますよね。一発僕ら指を曲げてる必ずこう固めに当たるんですよ。立ちつくせるこう座って止めてこれが目にくるこうやりながら腰も一緒に入れると入るんですよ。25とか肩の分解とかについてます。例えばこう体を回収してる場合は手を親指曲げるんですよね。で相撲取りも回収ありますよね。で開いてる。何が違うかというとこれ相撲ですね。空手正面から見るとほとんど一緒ですよ。横から見ると違うんですな。これフラットですな。出てますよね。でどういうことかというとこう中段ついてきますよ。受けて相撲取りがつくんですよな。力ありますからまあ2、3メーター吹っ飛ぶと。はい、力のあれです。空手はどうかとこうついてくるとですね、僕ら指を曲げて打つことですね。必ずこう固めに当たるんですよ。固め潰せる。実戦の場合においてですね、固めを潰せばだいたい3割以上は勝つ可能性あると。要するにこの構えて固め潰してみてください。固めついてください。距離が分からないです。ご飯食べる時のと分からないでしょ。固めだと焦点がまっすぐですから今前が取れないですよ。だからこの両目開いて焦点かぶさってここにいると分かるわけですね。まあそういうのを実際そういうでも目を潰すみたいな発想っていうのはないですよね。いやもともと肩の中の技そうですから。はい。中段も力で受ける受け。これが技ですね。スナップ。最この骨で強いところで最初から硬いところで受けると同じ力でも相当痛いと思うんです。それ本当に痛いの？痛いです。痛いです。受けが攻撃みたいな感じ。本当もそれ？黒帯のギリ。いやでも嘘でしょでも。そんなこと。ポイントで入ったもん。痛い痛い。同じなんだけど。うわー痛い。ポイントで入った。痛いポイントで入った。おおおおお。必ず。王子流は親指を必ず曲げて、例えば相撲とかでも、まあ、掌底でもこう張り手でもこう当てると思うんですけど、なぜ曲げるかというと、そうですね、これで目を潰す。それが前提になった。はい、それが前提。ちょっと潰してみてもらえますか。例えば目を潰すと、ここか。例えば片目が見えなくなってしまうと。距離感がこのフォーカスがこうクロスした時に相手がどこにいるっていうのが目を必ず潰しに必ず親指を曲げるっていう。内側じゃなくて相手向けてるんですね。こっちじゃなくてこっちですね。向かないんですね。内側向いちゃう。これはこういうふうにやっぱ鍛えるんですか。向こう側向くように焦点の時にどうしても基本的にはここちょっと内側に入るような感じするんですけどある程度鍛えるんですよね。先生のこれがこっちまで曲がるんですね。これじゃないと普通リアルにこういう手にはならないですよね。ここではなくてどっちも内入るじゃないですか。そうこれがもったいない。グイって広がった先生。ここがねこういう関節動かないのにすごいな。すごいグイって広がった。入んない。グイって広がった。それはまたですね。はい。だからそのまま入る。ここに曲げるとで手首を曲げるとここが自然に力が入るじゃないですか。張るじゃないですか。これが自然の力で。やるんですけど、パンチンでも僕から見てこう回っていくと、あ、首が出た。猫じゃないですか。これまっすぐ。例えば引き手も猫背なんですけど、まっすぐ引くっていう。これが姿勢です。これを受けても筋肉太いところだし、上に上がると思うんですよ。上がるけど、ここだともう一つでも上がる。ここだと強く上がります。上がるけど。上がんない。本当は嘘みたいな。嘘だ。いきなり。これで動けなくする。お。痛いのそれ。誰かカメラ。大したことない。air.